はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイシです。今回ですね、プレイしていくのは信長の野望創造のパープキと PS4 版ですね、武田信玄のシナリオ続きをプレイしていきたいと思います。前回までのですね、進行状況ですね、簡単におさらいしておくと、まず、宿敵信長を倒してですね、その後上杉謙信も撃破、そして、足利将軍家も滅ぼして、現在はですね対北条戦の真っ只中というところです。でさらにですね、征夷大将軍になるために、国取りを引き続きやっていきたいと思います。目下の、標的はですね、北条、本願寺、そして朝倉、この辺りを目標に、攻略を進めていきたいと思います。早速始めていきましょう。まずは一通り内政をやった後ですね、出陣で、攻撃目標を定めていきましょう。このですね、石山諏訪城、実際には今の大阪城があるところですね、本願寺の拠点、ここを叩いておきたいと思います。で、その他はですね、軍団が勝手に攻略を進めてくれてますので、対北条、対佐竹、この辺りはですね、各軍団が攻略を進めてくれると思います。で、別所七春を捕らえたんで、別所家ですけど処断しておきましょう。で、ここで石山諏訪城の耐久を一気に減らすために回線を仕掛けていきます。敵の城前で回線を仕掛けていくと、そこで勝利すると城の耐久を一気に減らすことができるので、まあもうここはですね、敵は一部隊しか出てきてませんので、全部隊で殺到する、そういう作戦でいきましょう。承知いたしました。狙撃か。そしたらこっちも用心で守備力を高めて、側面から突撃をかけていきます。いきます。我らの攻め、あえて見せを聞け。耐久を1239まで一気に出せますね。続きなさい。我らが負けるなどありえん。で、北条氏政捕らえたが、もう氏政も処刑ですね。そしたら信玄は騎乗させて、真田も騎乗させましょう。騎乗する。対北条と対佐竹の戦線の状況を見ていきたいと思いますが、北条はもう千葉に押し込んだ感じですね。佐竹も残すところ3つの城か。ただ北条はこの上の方にも、宮城県まではいかないけど、その辺りまで一応城は持ってるんですね。そしたらですね、軍団の方に攻略の指示をかけていきましょう。北条ではなくて伊達に回線をしていきましょう。芦名も、気になるとこですけど、まずは伊達。佐竹、この辺りは変更なしでいいですね。ここはどこを攻めるかだな。勝手に進めていけば自然と攻略できていくでしょうというところですね。
まあ、あの正直言って既に征夷大将軍に多分なれると思うんですけど、少なくても北条は倒しておきたいと思います。敵将、捕まえた。敵将、お待ちした。出陣するぞ。北条の武将たちはもう完全にこちらに下ってきてますね。まあ兵力差がありすぎるので、そうしてもらった方がこちらとしても助かりますけどね。戻ります。石山諏訪城、さすがに堅牢でなかなか落ちないですね。耐久を一気に減らしたんですけど。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。そしたらあと鈴木を叩いとこうかな。そしたら淡路四国にはびこる三好の残党狩りもできるので、そういう方針でいきましょう。信玄自ら出陣すれば二次伏せることができるでしょう。助太刀致す。始めようか。で、あとは進行をさせていきますか。止めるのはもう時間の問題だと思うので、佐竹も時間の問題ですね。助太刀致す。お助けいたします。始めようか。我らが負けるなどありえん。敵将を捕獲した。佐竹も滅ぼしましたね。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。で、今ターンでおそらく石山諏訪城が落とせるはず。逃げたければ逃げなさい。敵将、捕らえました。石山諏訪を落としたので、この余生を買ってそのまま鈴木を攻めていきましょう。我が戦結構お見せしましょう。加勢いたす。止まれ。我が王の城、包囲されました。助太刀いたす。ご命令ください。城が囲まれてると、あー、これは播磨の城が抑えられてるな。敵は三好か、島左近ですね。あの石田三成の腹心的存在だった関ヶ原の戦いでも活躍した島左近。ただ島左近2000に対して後藤又部、井上源之丞、柴田重家、さっさなりまさ900、厳しいかな。もしかしたら失冠するかもしれないですけど、まあまずは鈴木を叩くのを専念しましょう。我が軍団に敵はおらぬ。加勢いたします。加勢いたします。力を合わせ戦い抜けば敵将捕らえたり。まだ仕掛けられないか。苦戦してますね。鈴木やっぱり強いな。我が王の城、包囲されました。いざ参ろう。
で包囲が不完全になってますので、岸和田城ですね。ここに援軍を派遣しましょう。お任せください。騎乗する。わしがやろう。信玄の兵を一旦射精いたす。兵糧を止まれ抑えて、敵将捕らえました。でどんくらい足りないんだ。池田恒興が300しかないのか。池田恒興が300ね。力攻めするしかないですね。ここは貴様らの地獄よ。敵将捕らえたり。そしたらさらに力攻めをするかもしれないけど、とりあえず信玄の5000が貴重な兵力なので、信玄の5000を出していきましょう。加勢いたします。我らに撃てる敵はありません。敵将大河城は落ちますね。これは表情を始めましょう。岸和田城も時間の問題でしょうと。で有馬人よし城、ここ軍団を一個新設しときますか。今後毛利と激戦になると思うので、この辺りを考慮して軍団を一つ作っておきましょう。でこの軍団を任せられるのが誰かというところですね。どうしようかな。やっぱある程度優秀な武将にしときたいですけど、家康にしましょう。家康なんだかんだ言ってかなり長い時間も使えてくれてますからね。そしたら信玄の6000を三木城に派遣しますか。で別所を攻めましょう。みな我に続け。出陣します。出るぞ。敵将捕獲した。この戦我らの勝ちだ。出陣するぞ。敵将捕らえました。出陣するぞ。この戦我らの勝ちだ。敵将捕らえたり。我が戦お見せしましょう。主にするな。一気に城攻めが進んでますね。この戦我らの勝ちだ。敵将今の問題は数分間の間にどんだけ城落としたんだっていうぐらい城落としましたけど、さあ最後鈴木のこの最後の城ですね、手取り城であってますか。この手取り城攻めをしていきましょう。お任せください。城へ戻る。ただ毛利がだいぶ侵食してきてるな。これは毛利と激戦になりますね。主にするな。生きるのだ。敵将捕獲した。アシナももう時間の問題か。そしたらですね、北条を取ったので、最後どこを攻めるかですね。おそらくもう総武事例が出せるんじゃないですかね。出せますね。政策を取り行います。なので、最後じゃあこの、いやでも最後が別所だとちょっと物足りないな。毛利と開戦するところまでやって総武事例を出しましょう。ということでまず毛利とぶつかるための、足がかりを作って、力を合わせ
毛利と対戦したら防具事例を出して力ずくで毛利を進化に加えましょう。出陣する。待機せよ。従属の申し入れか。まあ当然ですね、これはもう。お、反武田連合ができたと言ってももう手遅れですね。反武田連合を作ってももう武田を抑えられる勢力はないでしょう。まあ強いて言えば毛利がねそれなりの勢力を保ってますけど。表情を始めましょう。報告いたします。朝倉とは同盟を破棄しましょう。で、家臣があまりいないって言ってたんで、ここに家臣を派遣していきましょう。観音寺城から大量に人を送り込みます。四国戦線が先か中国戦線が先か対毛利戦線、微妙なとこですね。我が戦お見せしましょう。出るぞ。必ずや勝つ。我が戦。さあ手切れになったので、しましょう。敵将捕獲しました。柴田勝衛は朝倉攻めに入ってもらいましょう。出陣します。腕が鳴るぜ。この戦我らの勝ちだ。敵将捕獲した。そしたら明智が今度は伊達攻めですね。みんな我に続く。トークショーで一気か。毛利、龍造寺、島津、この辺りが残ってる大大名です。まあそれでもね、もう負ける要素はないかなというところですね。ここを、まあ、利家に任せるか。前田利家に対伊達の最前線で戦ってもらいましょう。そしてついに毛利との戦を考慮していきましょう。ここは赤松でいいか。で、攻略目標ですね。軍団の攻略目標。柴田勝家は朝倉、いや柴田勝家はいいか。で、武田信門に朝倉攻めをさせておきましょう。で、明智は伊達、利家も伊達、こんなところですかね。で、軍議を開いて三好攻めに入っていきましょう。ちょっと兵力が足りないかな。我が策、戦場を制す。そこはさっき城攻めのお任せください。行った部隊を派遣していきましょう。これで多分毛利援軍に出てくると思うんで。承知いたしました。そしたらいよいよ総武事例を出していきたいと思います。
赤松と毛利は逃げるなら今のうちだぞ。戦闘になってますね、これを見る限り。出陣するぞ。なのでここに介入していきましょう。この姫路城は我がものとしておきたい。毛利と赤松が潰し合いをしているようなので、ここに武田も入っていって三つどもえの泥沼の戦いに持ち込みましょう。そうすると兵力がある武田が圧倒的に有利になりますので。ご命令くだされ、報告いたします。行きます。赤松の姫路城が落ちる前に助立ちします。出陣する。わしに打てぬ敵はこちらで敵将小松さん、姫路城を押さえましょう。取り囲まれました。朝倉に攻められてるのかな。敵将捕らえたり、捕らえたり、力を合わせ戦い抜くのだ。朝倉はもうひねり潰した感じですね。表情を始めましょう。報告いたします。するとこの毛利の室津城であってますか、この室津城を落としたところで総武事例を出していきたいと思います。我が方の城、敵に城を奪われました。どこの城を奪われたんだ。我らに撃てる敵はありません。逃げたければ逃げなさい。人は城、人は石垣の敵将。島佐が撃ち取ったって今ちらっと出てましたね。撃ち取りました。我が道を開けよ。敵将捕らえたり、まあ、朝倉はほっといてもいいでしょう。毛利室津城はおそらく総力戦になると思うので、表情を始めましょう。報告いたします。一旦信玄も引きましょう。城に戻るぞ。我らに撃てぬ敵はありません。敵将捕獲した。敵将捕らえたり。我らが負けるなどありえん。敵将捕らえたり。敵将捕らえたり。逃げたければ逃げなさい。まあ、それでは信玄がまだ戻ってないかな。信玄はまだ戻ってないですね。信玄が戻ったら一旦兵力を整えて室津城攻めに入っていきたいと思います。出陣するぞ。力を合わせ戦い抜くのだ。敵将捕らえた。さあこれで信玄が観音以上に入りましたので、出陣しよう。敵将兵力を補充して室津城攻めの軍勢を整えましょう。ご命令くだされ、報告いたします。
出陣する。出るぞ。必ずや勝つ。信玄6300を室津城に派遣しましょう。でさらにですね、速やかに動け、四国に入ったこの部隊はどうしても避けないんで、騎乗する。その他を室津城に転戦させますか。戻ります。四国はあそこに1個しか城がないので援軍がすぐに出せないと思うので、どうしてもねある程度の兵力を止めおきたいと思うので、あそこの兵力は動かないと遅れるな。さあこれで大回戦を仕掛けていきますか。かなりの部隊が入り乱れてますからね。ただまだ信玄の本軍が来てないので回戦は仕掛けられないな。奥下か。我が道を阻むなら容赦はせぬぞ。犬死にするな。生きるのだ敵将。捕獲した敵将。捕獲した敵将。捕獲したぞ。さあこれでだいぶ部隊が整ってきましたね。ご命令くだされ、報告いたします。そしたらちょっと援軍を出した方が良さそうですね。すごい数の部隊が入り乱れてる。室津城に援軍を出しましょう。いざ参ろう。大詰めの部隊も続々やっては来てるので、まだ回戦は仕掛けられないか。兵力がちょっと足りないかな、もしかしたら。表情を始めましょう。報告いたします。出陣するぞ。兵力が足りないかもしれない。信玄6300、これが到着したら戦況が変わるかもしれないですね。大回戦を仕掛けていきましょう。おお、すごい部隊が入り乱れてる。柴田勝家5000か、信玄が6000で、敵はキッカー義家が3700で、この辺りが1000以上の部隊を揃えてますね。で毛利浮田の連合軍になってそうですね。一方こちらはというと、原が1000、信玄が6000、勝家が5000、金森長近が800か。こっから先はもう小勢ですね。1000に満たない小勢なので、この小勢を前に出すとやられますね。なので正攻法でいきましょう。
勝家と信玄の兵数の多い部隊を前面に出して、残りの少数部隊はどちらかというと遊撃部隊的な感じで迂回したり側面からの攻撃とかそういったところで使っていきたいと承知いたしました。かしこまりました。これが最後の戦いになるでしょう。早速奇声崩しを使っていきます。あんまりそうは言っても勝家信玄を突出させすぎると囲まれてスピードを削られてしまうので、そうならないようにある程度包丁を合わせて奇声させましょう。承知しました。乱戦を処理でいきましょう。その時攻め行くぞ。味わうがよい。お世話になる。我に続け。続きなさい。時間か。行きます。勝家がちょっと側面狙われてますね。なので逆にこっちも側面を狙っていきましょう。お任せください。承知しました。承知いたしました。で、さらにこの南条を任せておいて、その隙に信玄の本体が吉川義家3000の兵の側面をついていきましょう。で、勝家はというと攻撃を強化させて、他に、ね、防御を強化するようなものがあればそれを使っていきたかったんです。ちょっとそういったものはなさそうです。そして守備を消しを抜けてます。そしたらトップで吉川義家に乱戦を仕掛けていきましょう。金森長近が撤退しましたね。ただこのまま押し切れるぞ。これはそしたらここでもう一度乱戦を強化していきましょう。そして柴田じゃない吉川義家に乱戦を仕掛けていきます。で、勝家はというと押し込まれました。突撃をかけていきます。これで周辺の敵を一掃できたでしょう。大回戦で毛利をゲリア、周辺の勢力を一掃しましたね。これでこの室津城が陥落するのも時間の問題。それでもまだ5つ目の部隊を出してくるか。鍋島直茂を5000か。でかいなこの部隊は。この部隊をどうするかですね。もう一度回戦して、この回戦の結果室津城の待機をさらに減らせるかなと思うんですけど、いかんせん兵力で負けてるな。兵力差で ちょっとこれはうまく戦わないとやられますね。よし、そしたら真田を側面に回らせましょう。承知いたしました。かかれ。承知いたしました。承知いたしました。よし、このタイミングで騎馬ドズリーかけましょう。かわされるが、よし、仕留めた。これでさらに耐久を減らせるはず。1055まで減らしました。この戦、我らの勝ちだ。包囲せよ。これで室津城を落としたはずです。最後の大回戦はそれなりに
見どころを演出できたと思うんですけど、それ以外はもう本当にね、先月の終始です、勢力差、兵力差、国力差を持って周辺諸国をねじ伏せたという回になりそうですね。ここは貴様らの地獄よ。さあ、室津城を落としました。その他も優勢に進めているところで総務事例を出していきたいと思います。表情を始めましょう。出た表情で総務事例を出しましょう。これでクリアになりますね。皆に伝えましょう。あなたに敵対する勢力はなくなりました。武田家のもと天下は統一されたのです。総武事例の発令により天下のすべての戦いは終わり、戦国のように平穏の時が訪れた。長い戦乱の世は終わり、再び武家による支配が復活しようとしていた。すいません、我らが天下の主となることにより、幕府は再び力を取り戻すということで、信玄が、征夷大将軍について幕府を開いたというところですね。そして松永久秀、暴将と言われた松永久秀ですね。野望指導すということで、まずはね、一番最初は、そうだ、信長の前に家康を倒しましたね。で、尾張侵攻して、織田も信長も倒しました。で、この後は上杉も倒しましたね、宿敵で。この後しばらくは小勢力を蹂躙していったと思います。その過程で足利義昭将軍家も滅ぼしましたね。佐竹も倒して、北条も倒しましたね。この辺りで信玄は、武田は信玄がいた頃は優秀な武将が非常に多くて助かりました。最後は日本の半分以上を支配して総武事例を持ってクリアということで、今回武田信玄のシナリオをお届けしました。今回はこれで終わりにしたいと思いますが、他にこんな武将でプレイしてくれとかですね、こんな大名でやってくれとか、そういう、要望あるいはアドバイスとあればですね、動画のコメント欄等で、お知らせいただければと思います。というわけで、最後までご覧いただいた方ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。